今日使ったのは、サーベルマスター天秤 L の、165 M の165を使いました。このシリーズは、他に H の165 3アイテムのラインナップがあります。特徴としましては、お先にタフテックのハイパー X ソリッド、それ以外は、スパイラル X 構造を用いることによって穂先では当たりが明確に伝わり、元の部分では誘いや合わせが思うように操作できると思います。3つのアイテムの使い分けは、重りの負荷、それから誘いの強弱、推進などによって使い分けてもらえるといいかと思います。例えば、これからの初期ですね、浅場を攻めることが多い、小型の魚が多い時期は M もしくは L、 少し柔らかめで食い込みを重視するような感じ、冬になって深場を攻めるようになると、今度は柔らかい竿では誘いが伝わりにくくなるので、少し硬い M より上 H を、まあ、主体に使ってもらえるといいかと思います。全てのアイテムを165の長さに統一しているのは、使用するフィーリングを統一するために長さを合わせてあります。今日の使い分けは、朝、最初 M で始めたんですが、誘いは合ってる感じなんですが、食い込みが悪かったので、よりこう柔らかい L に変更しました。 L に変更すると誘いが今度逆に合わなくなってしまったみたいで、また鋭く誘いがかけられる M に戻したところ、当たりが出るようになって、だんだんそのタイミングが取れるようになって、少しこう釣果が伸びてきたっていう感じですね。今日使ったリールはフォースマスター600。大きな特徴はタッチドライブ、もう一つが、スピードクラッチ、この2つになります。アイテムとしましては、今日使ったダブルハンドルと、シングルハンドル、この2種類になります。今日使ってみた感想は、このタッチドライブですね、これはダイヤル式とはちょっと違 う、 こう微調整ですね、特に低速での微調整が、ものすごくこうやりやすい、手元見ないでも、調節がしやすい、からトップスピードに持っていくのも指かけてグッと押し込むだけなんで、シンプルになった、で使いやすくなった感じがします。もう一つスピードクラッチは全てワンハンドでできちゃう、ハンドルでクラッチを戻したりとか全くそういうことはしなくていいですね、もう完全に片手だけで全てができてしまうので、そういう意味ではものすごく便利になりました。ラインキャパシティは2号300、3号ですと 200m になってます。このラインキャパシティがあれば結構いろんなものに使えますね。ヒラメだとかマダイ、ライトゲーム系全般、マリカなんかにも、使えると思います。今日やったタチオなんかはもう一番向いてるんじゃないかなと。今日使いましたサーベルマスター天秤と、フォースマスター600、これを合わせて、タチオ釣り楽しんでみてください。